船神社免許を取りたての頃ってみんなそうだと思うけど車の運転がうれしくてよく夜中に車であっちこっち行ったもんだったその日は俺を入れて男3人女2人の5人組で友人の運転する車に乗り特に行くあてもなくドライブしてた。 ちょうど今くらいの季節で当然というかなんというか肝試しでも行くかって流れになったどこに行こうかって話をしてて最初は緑外家に行こうってなったんだけど以前に俺と友人がちょっと怖い目にあったので猛反対したそしたら女の子の一人が貴船神社の牛の国参りの話を始めた。 みんな牛の国参りの噂は知っていても実際にやってないだろうと思ってた今みたいにネットが普及する前のことだったからこういう怖い噂は人から伝え聞く話ばっかりだったしましたは人づてに聞く話は前つばものだと思ってたじゃあ本当にやってるか確かめようってことになり軽い気持ちで貴船神社に向け出発した。 深夜にこんなところを車が通っているはずもなく、あたりは静まり返っていた。真夜中で車もいなかったんで、構わないだろうと思い、手前の駐車場ではなく、参道入り口の鳥居の前に車を止めておいた。後でこれが幸いするとは、この時はみじんも思っていなかった。懐中電灯なんか準備していなかったんで、 山の間からさす月明かりを頼りに参道を登り始めた月が明るくて風も気持ちよくて肝試しというより夜の散歩みたいな雰囲気で普通に話をしながら歩く余裕すらあった参道の緩い階段を上がりきり門をくぐって手前の広くなっているところにたどり着いた さすがに木がうっそうと茂っていて月の光も差してこずさすがにさっきまでの冗談を言い合うほどの余裕はなくなってたちょっと戸惑いもあったんだけどとりあえず奥へってことで暗闇に目を凝らして建物を回り込み奥の木立の方へ入っていこうとした予想以上に暗く静かなのとさっきまでの余裕がなくなったせいか 皆一様に無口で雑草や木の枝を踏む音が結構響いているように感じた牛のここ参りの釘を打つ音でも聞こえてくるかと思ったがそんな音は聞こえてこなかった意を決してというと大げさだが皆顔を見合わせ行くぞって感じで足を踏み入れた木立の方へ ほんの数メートル踏み込んだ時に明らかに自分たちの足音とは違う物音を聞いた皆驚いて足を止め茂みに身をかがめて息を殺し聞き耳を立てていた物音は木立の奥から聞こえてくるようだったガサガサッと癖や木の枝を踏む音が近づいてくるように感じた その音は明らかに人間の歩く足音だったじっと暗闇に目を凝らしていると遠くの方で白いものがチラチラと動いているのに気がついたチラチラしているのは白い服を着た人が木の間を通っているからでまっすぐというわけではないが確実にこちら側へ近づいてきている。 さすがに皆まずいと感じたのか小声で「誰かいるな」「やばくない逃げようか」などとささやいていたがこれ以上近づくと気付かれそうに感じたのでとりあえず木立から出ようとした茂みを5人組で動くとなるとさすがに気をつけていても音は出る白い人影がぴたりと歩くのをやめたので気付かれたと思い 皆一気に茂みから走り出た。とにかくこんなところで出会う奴に関わったらろくなことがないと思い必死で走った。後ろの子たちから、ああ<ー>っとも、うわあっともつかない叫び声が聞こえた時には、シャレになんないくらい怖かった。女の子はパニック状態で、キャーと叫んでいたが、俺たちも気がついたら、うわあっと叫び声を上げてた。 とにかく、女の子を置いていけないので、慌ててサンダルが脱げて裸足になっているのも構わず、男を全員で後ろから咳立てるようにして走った。走りながら振り返って後ろを確認すると、明らかに着物を着た人影がこちらを目指して走ってきていた。俺たちは必死で、こっちに来んなとか、おらぶっ殺すぞとか、口々に意味のないことを叫びながら走っていた。 山道ののい階段で誰もつまずかなかなっったたは奇跡的だったとにかく捕まったらシャレにならないと思いすぐに乗り込めるよう車の持ち主に「鍵車の鍵!」と叫んでいた普段では出せないくらいのスピードで一気に参道を駆け下りて車に飛びついた鍵が開くまでの時間がものすごくもどかしかった。 鍵が開いた瞬間みんな飛び込むようにして車に乗り込んだ。助手席に回り込んだ俺が最後に参道の方を見たら参道の中ほどで車に乗り込んだ俺たちを見て諦めたのか着物を着た人は立ち止まってじっとこちらを見ていた。多分その人影は女の人だったと思う。車を切り返す時に慌ててガードレールをこすったが その間にもこっちに走ってくるんじゃないかと気が気じゃなかった運転している友人は車をぶつけたことを気にかける余裕もなく相手は徒歩なのに追いかけてこないかバックミラーで確認しながら必死で逃げ出した街中へ出てようやく安心してお互いを見るとみんなボロボロになってた 男の一人が膝をすりむいていたのでおそらくこけていたんだと思う女の子も裸足で走っていたんで足が血だらけだったもしもあの時すぐ近くに車を止めていなかったらもしもあの時捕まっていたらと考えると心底ぞっとした肝試しは幽霊以外にも 気をつけていかないといけませんね。